こんにちは、札幌占い美容室早山勝の後藤です。今回モデルさんの要望として、毛量がちょっと気になるっていう部分なので、一見少ないかな、一見量そんな多くないかなと思ってたんですけど、カラーするために結構空いてたようで、後で説明しますが、毛量の方、根元の方がすごく溜まってて毛先が薄い状態でバランスがちょっと今悪いです。ですのでその部分をサクッと、長さのレングスはあんま変えないかなと思うんで、毛先の足し算を若干して、本来の正しい形の毛量調節をしていって、それにピールメッシュを、トリートメントカラーをちょっとして毛先グラデーションを入れたいと思うんで、時間的にはそんなかかんないのかなというふうに思ってますので、どういうふうにっていうか、今なんで膨らんでるのかっていう理由をまずここで皆さんはお客様に説明していただいた方がいいと思うので、広がる原因ってこの肩に当たって広がるっていうところが一番なんですけど、これをどんどん空いていくとこの毛先どんどん薄くなっちゃうじゃないですか。でも多分今毛先もっと厚くなった方がいいんですよね。たまんない。もう機械に入る。やばい。大丈夫です。そこ編集しないんで。編集してください。で、止まんなくなる。で、ここに肩に当たるところが広がる理由になりまして、本来モデルさんの髪の毛の動く位置っていうのは多分こういう風になるんですね。多分本来はこういう風になるんですけど、この髪の毛がこっちに逃げてくるんですね。こういう風に。そうするとこうなりながらも A ラインになる。そうすることによって、まあ、A ラインというかアイラインですね、それがもうすごくもっと可愛らしい陰影がこうこの辺ができるんで、ピールメッシュとか入れてあげるともっと可愛くなると思うんで、そこをちょっと今回やっていきたいと思うんで、毛先の量はもう一切変えたくないと思います。これめっちゃペラペラなの皆さん分かりますかね。もう毛がない状態ですよね。この状態で何も やっても綺麗にならないですよね。カラーやったり何しても。なのでもうこの、そうするともっとバランスが良くて、巻いた時に毛先の方に重さが来てくれるんで、よりこう例えば分かりやすく言うと、ここまで頭の認識になるんですね。人間がこう見た時にこう広がってる場合って、だけどくびれを入れることによってここまでの頭のバランスになるんで、立った時のバランスが 0.5 等身もしくは2等身ぐらい高く見えるんで、身長が高く見えるっていうのもあります。あとスタイルがよく見える、それもあるので、本当にエクセニングって本当にただ適当についてるとかじゃなくて、そういう部分も意味があるかなっていうところですね。どうしようか、10等身とかなっちゃったらね。今はもうすでにスタイルがあるので、音楽と音楽をやってるのと、はい、あとモデルとやってます。ロケとかね。あ、そうですね、音楽とかも演奏しに行ったりとか。あそっか。めっちゃ全然へえ。すげえ。今マリンバ叩いてるやつですけど。あ、すごいかっこいいですね、うん、そういうやつなんだ。じゃじゃん、なんか面白いですね。これでも本当に、なんだろう、趣味で作っていただいたんです。すごくないですか、このクルクルティ。プロの方じゃないんですよ、作ってて。近くで。でも後でちょっとこれは乗っけますね。やってる方がいて、楽器の名前は何？マリンバですね。あー、それはちょっといろいろコラボとかもしてます。じゃあマリンバ必要な方は一緒にコラボとかもできるわけですよね。です。事務所を通してくれれば。はい。じゃあオファーを欲しい方は、オファー欲しい方は言ってくれれば、マリンバで今年ライジングサウン出るんですよね。マリンバで。どういうオーケストラ系じゃなくてもあるんですよ、マリンバだったら。あ、本当に一人とか普通の音楽の種類関係なしの、うん、時計台とか、なんかロックとかもいける。ロックは終わらない。でもジャズとか。あ、ジャズ、ジャズで、じゃあなんか誰かいないですかね。誰かこの動画見てる人、誰か動画見てる人で、動画見てる人で音楽やってる方で、オファーかけてくれれば、まあ、あとは個人的な、ここに乗せて、ここに乗せて、なんですか、テロップ。
もうすごい失礼です。全然大丈夫ですよ。で CD があるとは思わなかった。ちょっとやらせじゃなくて CD はマジビビりました。今一瞬でも本当にこれも何だろう音楽家のね家で生まれて。いや違うんですよ、まあ、私の、まあ、これは言えないですけどね、家族は有名な人ですからね。みんなスポーツ一家なんですよ。あ、そうなんですね。じゃあスポーツ私だけが。でもリズム的なのはね、スポーツも今結構必要ですからね。リズムですからね。これちょっと切ってもいいですか。で、皆さんこれ重さをちょっと彼女だいぶ今これであのテイクスイング聞いたと思うんですけど、重さちょっと取らないとあのここに重さをほんとバツってやって足し算ですね、引き算だけじゃなくてそれをしていかないとダメなので、ただあんまりちょっと彼女長さ切っちゃうともったいないんで、そんなに切らないんですけど、ちょっと足し算をしたいと思います。足し算の仕方はパツって切るだけ、ほんと余計なことしない、それが一番重くなるのでそういう足し算を入れていきますということで、とりあえずカットは前髪どうなの。前髪なんか良さそうだけどね、あんまそんなの、ちょっとだけ揃えますけどあんまりいじりません。はい、なんかこの感じで良さそうなんで、で、R2 セニングでちょっと切っていきます。まあ、ライン沿う感じですね。で、横の脇のところちょっとこめかみのちょっと長いところの方が似合うかなと思うんで、ちょっとそこはあんま切りたくないなと思います。で、あと顔前にがっちり、まあ後でやるんですけど、がっちり変えたかったらもうダイバルやっちゃえばすごいあーってなりますから、大体ダイバルをじゃあどうするのかって言ったら、バックコムでダイバルガーって入れちゃえば顔周りがもう本当にフィットするんで、結構変わります。こうやってやるだけでも全然違うんで、ね、まあ後でもいいですよね、今じゃなくても。ちょっと今少しだけちょっとやりますけど、こうすることによってここがここにフィットするんですね。こういう風に皆さん分かりますか。動画で分かるかなと思って、闇営業もしてるっていうことですね。こちらちょっと今クロス取り替えるんで、あんまやると髪の毛が落ちちゃうんであれですけども、これでだいぶちょっとここの分かります、毛先のラインちょっと変わんないで、ここがちょっとシュッとなったじゃないですか。この方が巻いた時にもっといい感じになるかなと。はい、この状態に手でまあ塗っちゃうんですけど、まあ、特にシャンプー台でやってもいいんですけど、今日この流れで、席でもやっちゃいます。で、はい、で結婚式もできんない。結婚式でも演奏したことありますね。はい、ギャラいくらかな。ちょうだい。じゃあ皆さん結婚式にね必要だったら、彼女結婚式に、ただ闇営業はちょっと聞くから闇営業だけは行かない行かないことにしてるみたいなので、一緒にコラボしてくれる、一緒にコラボしてくれる人を募集しております。いやちょっとこれは手世話の話ですけど、ちょっと申し訳、本当に申し訳ないんですよ。ただやっぱ売るために最初の段階として必要なのかなっていうのを思うのが、やっぱ水着でやってほしいですね。水着そうそう、いや本当に本当に冗談だけど、あ、でも確かにないかも。水着で引く人いや、いいと思うんですよね。新しいですね。それってやっぱり最初は最初だけですよね。最初だけはもうインパクトを与えるのにしょうがないですよ、そこはもうインパクトとして。水着で引くピアニストさんはいますよね。そういうのでとりあえずバズらせて、そこから行くと、それはいいかもしれない。それ絶対いいと思う。いや本当本当にね、ちょっと変な話じゃないけど、本当にそのぐらいだったら、はい、ちょっとね、いいですかね。結構面白いと思います。やってみようかな。スプレーっていうか、子供たち向けのコンサートとかで、はい、例えば、はい、ハマンバチの飛行ってすごく速い曲をやったりするんですよ。あ、はいはい、その時はなんかこう、はい、蜂さんの格好をしてやったりとか、そういうなんか子供たちの目を引きやすい感じをして、はいはい、イメージをつけやすくして弾いたりとかもしてるので、来月オーストラリアで演奏してくるんですよ。
え、これ乗せといてる本当の話ですか本当です水着で水着じゃないあ、水着で出ようかなえ、オーストラリアは何なのそれはあ、オーストラリアはキャンズですかメルボルンメルボルンですかではいはいはい演奏していきますそういう依頼が来たってことあ、それはマリンバの国際音楽コンクールで日本語で早いパッセージを切ったりとか4本でもできるんですかあ、4本でソロで演奏するときは大体4本で持ちますすごいねちょっと薬を作ってくるんでその間ちょっと喋ってつなげておいてもらいます。え、本当ですか？無茶ぶりが。今その動画撮れてもいいんで。え、本当ですか？はい。え、何？切ってない。います。カメラ撮ってないんで。何喋ればいいかわからない。どうしよう。いや、いつもやってるように。いつもやってるじゃないですか何もやってないいつも通りに行くっすよ何もやってないいつもやってる感じで大丈夫ですよ何しゃべろうどうしようあれ、いつもの感じでえいつもの感じでいいんですけど何しゃべろう何もないよガチで編集しないですかやめてください放送事故です、放送事故放置プレイじゃないですか放送事故じゃないですか放置プレイいやーアニメ声についてちょっとアニメ声私、そんなにアニメ声なのかなでも、もともと声が高くて、でもこれがコンプレックスだったんですが聞いてないですよねえ聞いてないですよねいや、聞きますよ、コンプレックスだったちょっと声コンプレックスだったんですよ今はそれを売りにしてるんですねそうなんですあ、じゃあ結果良かったですねはい、通りやすい、やっぱりそれでいじめられたことはあったんですかいや、ないですね真似されたことある。ああ、じゃあ失礼です。そうそう、私幼稚園の先生をやってた時もあって、え？幼稚園の先生をやってた時があって、マジですか？あ、本当です本当です。幼稚園の先生やってたの？そうそう、幼稚園の先生をやっていて、その時にやっぱり声が、はい、子供たちがすごいわーってなってる中、はい、声が通る先生の方がやっぱりいいじゃない。あ、それでそういう声をそう入りのってそれをできるようになったんですねそう幼稚園の先生もやってたんですか幼稚園の先生もやってましたあ、なんかいろんな経歴が出てきましたねうん、かわいい子供が好きなんですよあら、うん、これはやっぱりもうこれは有名になって子供たちのマリンバを広めるしかないです水着で超簡単なグラデーションカラーの方法なんですけれどもはい、粉のやり方ですまず毛先の方を、洗っていきますね。で、根元の方は後からでいいので、まあ、ピルメッシュは本当表面だけでいいかなと思いますけどね。今日の感じで言うとちょっとここがかっこいいかなと思います。ね、こうするとここに明るいのがちょっと出て、よりここの顔周りのところの立体感が出ます。Thank you.